教員養成セミナー2月号パワーアップノート教育心理一の解説を始めましょう講師の古川ですよろしくお願いいたします今回は心理学の歴史っていうところを簡単にまとめてみましょう心理学ってまだまだ非常に歴史の浅い学問なんですねかつて哲学の一分野だったんです 私が大学を受ける頃は哲学科心理学専攻なんていうところがありましたからでも今はもっと心理学が一つの学問として独立していることが多いですいろんんなな大学学に心理学部なんかありますよね社会も随分変わったんですがこのようなもののずっとずっと昔に遡りましょう。で科学としての心理学の誕生ということで覚えておいてほしい人物が1人出てきました。 ブントと言いますドイツの方です。ライプチッヒ大学というドイツの大学に新たに世界で最初の心理学実験室これを作ったんでです世界で最初の心理学実験室と言ったらブントさんを思い起こしてください。そういうことでブントは心理学の父などとも呼ばれています。じゃブントさん何を言ったのかというと心理学は意識を研究しよう。 も,っともらしいですねで意識を内観法ということで今どんな感じがしましたこの刺激を見てどんな反応が起こりましたということでイインンタタビビュューー行っったんでですすて主観よね科学が進んでいくためには発展していくためにはやっぱり主観は排除したいということはあったんですがこのような細かな細かな 視点を取ることによって要素が分かってくる要素が分かったらもう一回それを組み立て直していくと心の世界が再現できるというような考え方を文都は取りましたということで構成主義心理学と言いますそれの批判が二つ大きく生まれました一つ目の批判いきましょうワトソンという方です ワトソンっていうのは発達の環境説を唱えたあの方ですワトソンは意識のような主観的な現象を捉えていたら心理学は科学になり得ない心理学が研究すべきは目に見えて測定可能な行動だと主張したことから行動主義心理学というふうなものが生まれましたただあまりにも厳格だったんですね刺激と反応の関係だけだったんです 刺激を受容する受け止める私たちという視点がなかったんですということでそれを批判が生まれ新行動主義心理学っていうものも後に生まれましたトールマン好きな春って言った人が出てきますこのような文との批判の一つ目に対してもう一つ細かく細かく見ていったらわからないことがあるはずだって言ったのがこれがウェルトハイマーという方です 事態をより全体的な視点で捉えることが大事だと主張してこれをゲシュタルト心理学と呼んでますで、その根拠としたものが加減運動なんですもうだいぶあの都心では踏切というものが減ってきてはいますけれども電車の踏切電車が近づくとカン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 という音と同時に赤いランプが右左右左って交互に点滅してますよね 動いて見えますねでもあれ動いてるんでしょうかブントが言うみたく細かく細かく見ていったらある時は右がついていましたある時は左がついていましただけですね。だからそうするとなぜ動いて見えるのかの説明はつかないではないか。でウェルトハイマーは離れたところの光が0.06秒間隔で交互に点滅を繰り返すときれいに動いて見えるんです。 この交互に点滅っていうこととか0.06秒という全体的な視点を捉えたのでこれがゲシュタルト心理学と言いますでさらにいろいろなまた批判が生まれましたワトソンは刺激と反応の関係だけなんですとなると人である必要はないメカニズムを調べるためには動物でもよかったんですなので動物実験を重視しました で一方先ほど書きませんでしたけども心理学のちょっと裏側って言ったら怒られちゃいますけどもフロイトが精神分析いいうのを研究していましてまた精神分析ではフロイト特に神経症の患者を対象としたんですねそうしたところどちらを見ても健康な私たち一般人の心理は誰も研究していないではないか。 ということで、マズローラを中心に人間性心理学っていうものが生まれました。動物実験のフロワトソンとえっと精神分析療法のフロイトこの2つに対するものとして第三勢力と言ったりします。このような心理学の流れがいまだにずっと繰り返されて続いて今の心理学の発展につながっていると思っていただければありがたいです。じゃあこれで終わりにしましょう。